一緒、しょよいしょ, <laughs> いしょ長いぶりされば学校で寝なかった寝なかったー偉いでした今日は一元の体育でしただからなんかそれでもう目が覚めたというか改めてイベントお疲れ様 ねえそうそのことについて今日話そうと思ってさなんてテロップにかけた書いたらいいんだろうえらい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 体育おはーちゃんこんばんはこんばんは体育だったよ体育はじめましてはじめまして かわあゆ、あゆ <laughs> イベントおりごとで <laughs> イベントおりごとオッケーわかったイベントおりごとオッケー さて、昨日のドラマは現在5位やけど、上位4位はどう出るかなあ、こんばんは、はるちゃん。こんばんは。イベント振り返り配信そうです。イベント振り返り。<laughs> いや、あ、いや、やっぱしかわいい。ありがとう。こんばんは、こんばんは。あ、はートありがとう。初見さんだ。こんばんは。公園見術、デじゃクエイター。大丈夫だよ。ズきんンきん 採用するないし採用しちゃいましたよ金の玉ありがたときゅんときゅんやぴーやぴー愛してるやぴときゅん文字にするとインパクトありますねインパクトありますねハさーっありがとう。こんばんはこんばんはやぴーやぴーかわいいっすありがとうございますありがとうおりごと あたありがとう初見です元日は初見さんこんばんはやッピー初見んこんばんはこんなに可愛い,い子ああゆちゃんけんなんでその涙面なんて名乗のよ明日から五月だねおーもう五月やばいやばいあ、きーのだるまありがとう こんばんは、こんばんは。昨日ダルマ、ありがとう。こんばんは。なんか、今日、その前に、ちゃんとイベントの話してからにしよう。えっと、イベントね、ありがとうございました、本当に。あっ、ギドラマ、ありがとう。ゴールデンウィークも後半になってくる。ねイベントありがとうね。あの、 イベントでそうあゆの目標は10位以内ではあったんだけども13位という結果になりましたけどイベント初日はコモちゃん応援してたのに最終的にはあゆちゃん応援してた応援するとは <laughs> ありがとうこんばんはこんばんは暑いねそう昨日玉やったん <laughs> そうで十三位だったんだけどまあでもね十三位だとしてもみんな本当に頑張ってくれたし全然だよ謝まることじゃないよ全然自分も気づいたあいちゃん応援したい本当ありがとうねありがとう謝まることじゃないしこんばんはこんばんは それで、えー、っと、本当に本当にありがとうございましたということで。といえばさ、審査員特別賞はいつ出る,出るんだいそれは、それだけ、それがわからないんだけど。なんか1位から3位はちゃんと発表されたのに。ああいうしでよかった。あんこちゃんこそありがとうで、そんなこと言ってくれるの嬉しい。 金のハートありがとうね。5月8日おう1週間くらいあとかくらいとかじゃなかかたかおおっきいおき前髪切ったおそう朝切ったのえ朝切ったよね今日の朝うん確か今日の朝切ったよ今日の朝切ったのえすごっ気づいてくれるもんなのこれ。 先生とグッは七人以内に入らないといけませんあ、そうなんですねじゃあ私にはなんだなんだ私にはもうぶっちゃけあれはないのか希望はなかったのかなんだなんだ金のだるまありがとうまああとは金のだるまなんちゃかがあるからねぇやぴー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  はい、イベントね本当にありがとうございましたそういえばね今日ねあの中学校のお友達と一緒に久しぶりに中学のお友達と会って久しぶりに一緒にご飯を食べたんですよ夕ごはをあーもうみんな可愛かった 初イベントまで,でここまでできたら大したもん。本当ありがとう。こんばんは、こんばんは。あら、何食べたのいろいろ、なんか、ジャンル、ジャンルあるわけじゃないんだけど。なんか、こういうお店みたいなお店じゃなかったんだけどね。な,なんていう前だ。でも、イベントでたくさんアイデアしてる人増えたよね。確かに、確かに。確かに、確,確かに。 一緒に焼肉とか焼肉ではなかったけどご飯行きましたそれでねそのそのお友達がですね待って見てるかなあいの配信なんかちらっとコメントとかしてくれてたら好きなんだけどなんか「それ見るね」とか言ってたからさ見てくれてんのかしら見てる LINE2 作るようになってるから LINE で見てるよーとかでもいいし教えてん見てんの見てないのちょっと8時帰れているのかその目鳥居さんみたいですね誰鳥 見ててもコメントしてないかもね確かにそうだけどーうーんはっきり言ってほしいはーっきり言ってほしいメンバーにやったら見られると恥ずかしいって人もいるけどあちゃんは見てほしいんだもう 桁の花を切れちゃって歩けなくなったなななねねをおんしてもらったじゃじゃじゃんはいもお日様の配信見てたでしょうん見てた好きだって

3人と一緒に行ったんだけどそのお友達があのー、1人は k ー p o p 並みに超絶足が長くてでもう1人はあの橋本環奈さんレベルの顔面の強さで,でもう1人はまた何だったっけ なんだったけ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 えっともう一人はえっとえっとえっとなんだったっけなんだったんやでもう一人はなぜなんだっけえっと待ってえっとなんだっけ ねえ出てこない出てこない出てこないあれもう一人なんて言ってたっけなんて言ってって言ってたっけあっ言っちゃったコーギーコ義ギー <laughs> だよって来たえコ義ギーってなんだっけえっまあ コーギーみたい。な、こがさん、ね、三人と一緒にご飯食べました。おっちゃんかい。コーギーなんちゃん、そう。私はコーギーみたいに超可愛い。お友達。三人と一緒に食べました。 普通にこの言ってって言われなくても普通に可愛いんだけどまあ盛りすぎよ盛りすぎまったくもう盛りすぎよしご規制だな <laughs> 入るのかなえの一人はあのー、中井里香さんのこと好きだ好きだよ はその k p o p なミニスタイル抜群の女の子持ってるのか <laughs> いや実はこれは裏話があってですねそのアニが今日配信するからも,もう行かなきゃってなった時にえ「え配信すんの見る見る」っていう言うから「えうちのこと紹介して」みたいに言うからあ「あじゃあ何て言えばいい?」みたいになってでえ「じゃあ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 ○○くらい足が長くて」みたいなのとか <laughs>。 一 <laughs> 人はさ「キリンくらい足が長い」とか言ってた「何言ってんのキリンは首が長いんだよ」って思ったけど「キリンくらい足が長くてー」とか言って <laughs> 友達もギャルみたいなのいる、まああみんなノリいいからねおもろいよなんかギャルっていうか一人天然いるし天然さんおるからお一人そう キーンとか言ってた子ね天然だし、うん、みんなあそこら辺の子はみんなおもろいねほんとにね面白いですねあなたたちほんとに足も長いよまあそうだけど足も長いけどねやぴピヤピォローありがとう初見さんありがとうね 足も長いけど、キーンと言ったら首じゃない、首。まあいいか。まあまあいい、いいけどさ。身長165センチ以上。みんな、全然そんなことない。一人、なんだったっけ ?150、1 5十3とかじゃないみんな多分160い,いってんのかなあ、一人いってるかな うないけどまあ超絶可愛くて面白いあのー、はいお友達と一緒におご飯を食べましたみんなその子たちのこと押すとか言ってるけどダメよダメよまったくもううんメンバーで例えるとだいぶュウミみウさんじゃないじゃあ足が長くてスタイルがいいって。 じゃあその,あの韓国アイドル並みにねステージがっていう子がみゅうみゅうさんでえー、っとお顔顔面が強いわじゃああハルルンさんだねハルルンさんハルルンさんででえー、っとコーギーはだって犬っぽい人って誰鮎が一番小さいうん多分さ五期の推しは決まった。 やめなさいまったくもう <laughs> 愛。愛してる愛してる。<laughs> 好きだって確信しした優陽ちゃんは犬あっ確かに優ちゃん。 ああ、お師様もそうだね。ひなたさんもそうだ。でもだって今のメンバーさんでしょあ、でもうひなたさんって言いたいけど。だってひなたさんも卒業しちゃったじゃん。ひなたさんって言いたいんだけどさ。だから優陽さんかな。あ、確かに美晴さんも。でもみはるさんはなんか、ディスっぽさがある。なんて言うんだろう。みはるさんはなんか、犬。ま、犬なんだけど、 もうちょっとなんていうのもうのもちょっと小動物系に近い感じがするうち的には小動物そう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 わそうかるわかるやっぱみんなそうだよねそう思うよねだって ピヨピヨでしょあ確かに確かにハムスターえアイもそれ思った金のドルマ4位日と妹配信してるか投票モードでギフト投げさせない模様抜かすなら今がチャンスかもおおすげええギフト投げさせないみたいになってんの今あんなちんあれかいっぱい投げてもらってたもんな、ね、あの子もねよく頑張ってたよ本当にあんなピーも みんな頑張りました研究生イベントやってた方々みんな頑張りましたじゃあねつのでんんえこのリップか可いいかも <laughs> よしちょうど今使にってるリップがあれだから <laughs> こ,のこのリップ次のお尻 お尻りっにしよう。え <laughs> 流して流して。でもあれしか見なかった。うん、ありがとう。<laughs> うま、妹さん可愛かったね。うわ、みんな妹好きだね。ああいうキャラでいきなりの可愛いもい、あいあい、早起きだね。そうなの。頑張ってるの早起き。 明日も夜やろうかなーとは思ったけどやっぱみんな朝配信楽しみにしてるっしょって思ってうんあし <laughs> てうして見てるかなはっきり言ってほしい夜もあると嬉しいあほんと じゃあ今日みたいな感じする今日はなんか公演があったから30分間しかできないけどぶっちゃけそれぐらいがちょうどよかったりもするよね母さんがお姉さんっぽくてびっくりよあらお姉さんっぽいうのこの感じも好きなのよああじゃあ朝夜配信にするいつもまあ確かに朝はいつも眠い 眠いかーって感じだもんね今 <laughs> ママからさ LINE が来たんだけどさあのお弁お弁当配信が終わったらお弁当出してねお弁当出して自分で洗ってね自分で自分でって来たんですけど。 朝半分寝てるからね。それね。無理しない程度で。ありがとう。明日は学、明日は学校はあるよ、学校。明日は学校あるよ。学年レクがあるな明日。おねむのあゆも。かわいいよ。ありがとう。朝はギャルなのね。朝はそんなギャルでもなくないか。多分ずっとねみ、ねみ,ーねみーって感じ。 朝配信してるメンバーが少ないから見れる方は来てくれるよう、ね、に確かに確かに無理はなさらずありがとうこんばんは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 初見さんありがとう代わりに上がって洗ってあげてえ洗って洗ってお願い洗ってほしいよじめましはじめまいし,はじめまいしなんか朝にやるとな,なんていうんだ毎日配信でさその朝にやったからもうなんていうんだろう安心できるじゃんその日 この今日やんなきゃみたいな,なんか終われるよりも今日やんなきゃだけど時間がみたいな終われるよりもあ朝にやっちゃった方がいいねなんか安心できるお弁当出してから配信しよういやさっき帰ってきたんだよそのご飯食べてたからそれで急いで準備してたからねでもまあ毎日配信続けようと思ったら朝配信いいな事実やすい だよね、ちょっと星ん中何か分かんなかった愛してる愛してるヤっしし師匠コンビはまだパックしてるあしてますよーほら朝からずっとこれの状態ですあっついちゃったはいこんな感じですね 久々に顔が見たいってなった時にお顔を見せてあげるわじゃあ <laughs> あれ俺のおしさまのおしのあっおしの妹ちゃんがいないねなんで妹が好きなの寝坊したらあれだけどそれはそうこんばんは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 ラッピィ出たあじしてる <laughs> 出ましたよきたー <laughs> 朝より2回配信見るのは嬉しいね。あんた取ってやって。ハラ妹は時間制限により出演できません。確かに確かに。だって今何歳があの子 ?10 歳とかだからね。バナナとリンゴ大好き。大好き。アは大好き。じゃあパパさん推しで。なんでやねん。パパ パパー <laughs> これできたら嫌なんだけど言っちゃったなるほど実感的にアウトなんですそうですね16歳になったら22時まになるんだけどそうそうだからお誕生日お誕生日の日にんあれですね22時になりますね小学生間あおちゃんと同じイメージあおちゃんあおちゃん じゃあ二しのママさんでママさんんかいなんであゆさんは何推しぐらいなんですかよまったくもう一押しが妹で二押しがママ三押しはパパとか言うんでしょどうせあゆは五押しとか六押しぐらいなんでしょどうせまったくもうねまったくもうだわ二月まで長いなそれな だから、高校生になってやっと配信時間が伸びるって思ったら、22時、あ、21時までかーいってなったよね、やっぱり。まったくもうね、まったくもうでは。あ、フォローありがとう。フォローみたいフォロー、フォローしましたって。私の一押しは師匠です。師匠かい <laughs> あいさんは特別枠でああ特別枠なんですね <laughs> 21位までですかはいそうですあゆみは別格で別格とか言ってる割にはさあゆみのみ間違えてるよみのるだよ私みのるあと4分あと4分あじゃあ男女を読みでもしますかねはい男女を読みましょうはい男女を読みましょうねはい13位ももかありがとう 12位みどさらありがたーん。11位たみちゃんありがたーん。10位ピエールありがたーん。9位ゆうやありがたーん。8位ノックありがたーん。7位トンスケありがたーん。6位みえちゃんありがたーん。5位まさかつありがたーん。4位大村ありがたーん。3位ウッチーありがたーん。2位アミューありがたーん。

えそうか配信ありがとうこちらこそ Thank youThank you ありがとうございましたありがとうございましたあら初めて呼び捨てされたがな,なんかいつもさあなたにだけさなんちゃか「さん」ってつけちゃってたからあっそういえば毎回「さん」つけちゃうんだよなーと思って呼び捨てにしたいつもみんなの他のみんな呼び捨てだからね皆様パチパチ <laughs> おやすみおやすみはい、ね、寝ましょうよくしょ今日一日本当に疲れた明日は何時配信ああ明日ねあの5時50分からで6時50分までやろうかなと思ってるえ6時45にしょくん6時50でどうしよう夜どうしよう夜

マジが10分、ね、そうでゆうたんが描いた、あい、ちゃんの絵、寝顔絵可愛いかったです。それな、もう、ゆうたん可愛いすぎ。最後ってはちょっと厳しいか。オッケーオッケー、全然大丈夫よ。黄色い、黄色い。あ、じゃあもうこれは黄色なんで、投票終了して。はい、はい。あ、もう黄色が、あの、1がですね、89%ということで、 えでもさ夜配信ぶっちゃけなんかこれくらいのさオフ感があって30分くらいでもぶっちゃけちょうど良さそうじゃないだから8時半から9時あ9時になっちゃったバイバイ